北海道をはじめ全国のファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は今シーズン見事2度目の完封勝利を挙げました武田勝投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいピッチングでした。今日のピッチング振り返っていただけますか。そうですね、やっぱり牽制し、あれから自分のリズムで投げることができたと思います。2安打完封ですが、特にご自身では何が今日球種など良かったんでしょうか。そうですね、力まないでコースをしっかりついて、キャッチャーの大野のリード通りに、投げれたことが良かったと思います。そして武田さん、今日の勝利で今月4勝目ということになりました。そうですね、僕だけの力ではありませんので、皆さんの協力があってこその4勝だと思ってます。月間 MVP も見えてきましたよ。まだ決まってないので何とも言えません。そして斉藤投手、昨日勝ち星つきませんでしたが、斉藤投手、そして武田勝投手と本当にいい形で何か競い合うようなそんな印象もありますが、いかがなんでしょうか。そうですね、僕もいい刺激になって、今シーズンは、自分のピッチングができていると思いますし、今後もね、ライバルではないですけども、競い合ってチームの、勝利に貢献したいと思います。そして昨日は稲葉選手が2000本安打達成、そういった意味でも昨日勝ちたかった各選手も話をしていました。そういった意味で今日の勝利大きいんじゃないですか。そうですね、1日遅れですいません、はい、北海道のファイターズファンも本当に期待しています。北海道、そして全国のファイターズファンのに向けて一言メッセージお願いします。はい、連戦が始まったばっかりなので、これでチームがまた波に乗ると思います。明日からもまた頑張ります。応援よろしくお願いします。見事2安打完封勝利、武田勝投手でした。ありがとうございました。マウンドでも非常にこう冷静、そしてこのインタビューでも冷静という、そういった印象の武田勝投手のヒーローインタビューをお送りしました。